あの沢村が変化球しかもチェンジアップだ。こいつ進化してるよ。進化してる。違うぞ、あの時とは違う。チェンジアップは見せておきたいけど、高めに浮くのだけが怖い。投げるなら今一番乗ってるボールか。夏休みの練習試合じゃ投げられなかった。挨拶代わりの一球。どんだけ強気だよ聖堂。インコースに構えた。ここも勝負か。インコースへのまっすぐ。打ち返せ大地。大地いけ沢村。身体リラックス、全神経一点集中。ここレフト前。押し切られた。一球見てもよかったんじゃねえか。また難しい球を。渾身の一球が。いいボールだったよ。詰まらせたんや。慰めはいらん。その優しさが俺を弱くする。よほど自信があったんだな、あの悔しがり方。でも夏隊じゃスタンドまで運ばれたんだ。上出来だろ。切り替えろよ。怖いバッターはもう一人いるぞ。すげえ球投げるやつだな。大地を詰まらせるストレートか。トドロキも足があるからな。そこで足止めしておいてくれよ。基本ストレートに強いバッターだと思うが、出方を伺うか。アウトコースへムービング。ランナー動いたら外してこい。構わず行った。いきなりかよ。ランナー得点圏へ。今送球がみゆき。タイムを気にすんなよ。ランナー動いてくるかもしれねえけど、あのバッターの方が怖いぞ。とりあえずワンストライク取れた。いけるな。そっちこそ。キャプテンだからってあんま一人で背負い込まないでくださいよ。薬師高校再び勝ち越しのチャンス。5回裏ワンアウトランナー2塁。サラダ先輩。サラダ。打席には前の試合決勝タイムリーを放っている5番サナダ。たく沢村、周り見ろ。エント構えておいてください。エント。でけえよ声が。俺はそのミットに最高のボールを投げ込んでみせますから。あんたがどんだけスランプになろうと。相変わらず裏切らねえな、スランプって。あのバカ。けどまあ、こいつには変に気を使われたくなかったし、ピッチングに集中できてるならそれでいい。ストレートに強いバッターだ。半端な球は弾き返されるぞ。やろう。投げ込んでみせてくれよ。インコース胸元へ、カットボール。ああ、いい顔。サナダ頼むぞ。思い通りにはさせねえよ。攻めろよワムエラ。何十連勝しようが、決勝まで来ようが、ここで勝たなきゃあの舞台には立てない。逃すかよ。グリップを。思うひしめくこの地区で、そう何度もチャンスは訪れない。絶対に甲子園へ行くのは俺たちだ。あ、センター。これがこのピッチャーの気持ち。バットを押し込まれた。大地白衣落ちろ。打球は詰まりながらもセンター前。しゃー、真田先輩。しかしランナーは帰れず、サードデスト。インタス、ブサイクなヒットでも。これでワンアウトランナー一三塁。つーか、普通出るってこんなの。真田、頼むぜキャプテン。ライチだけじゃなく真田も詰まらせやがった、あのピッチャー。しかも今のカットボールだろ。またしてもポテン地獄か。俺も試練。どちらも今日の沢村のベストボール。それをしっかり外野まで運ぶんだから。6番ライト平畑。大事なのはこの後。ここで止めるぞ。低道内野陣、セカンドとショートは中間守備。どうする、迷いを見せんな。てめえのスイングをしてこい平畑。このバッターにはとことんムービングで内野ゴロを打たすぞ。沢村打たしてこい。行くぞ平畑。狙って
ていけ平畑クリーンナップの3人が打ちあぐねてる投手どう攻略する目に打てるのか僕はここも自分に預けてくれたカモンライチと真田で作ったチャンス頼む頼む絶対応えたい何ができる俺に何がセーフティースクイズ転がせばライチの足なら帰ってこれるパール今のサイン単独じゃねえ薬師がスクイズかよてめえのスイングしろって言ってんのにあのバカタレ雨の日も休みの日も毎日バット振ってきたんだろはっきりと指示を出してやるてめえにしかできない仕事してこいキャプテンセーフティーはバッターの独断かもう一球外にムービング2球目は外に外れてボール今度は動きはないもう一球外に今度はフォーシームスクイズ平畑っつったっけおめえバントうまいなでもバットはちゃんと振っておけよこの二人と出会えたことは、はい自分にとって本当に幸運だったもともと高くなかった鼻すらポキリと折れたけどいい意味で現実が見えたここがスタート何をしたい何ができるどう生きる発動スクイズ成功ホームイン薬師高校勝ち越しよく決めたじゃねえかキャプテン何が何でも点を取りたいお前だけが思ってることじゃないんだぜグランドのお前らはやりたいことをやれ腕を上げてみて痛むいえそのまま横を向いてこれはひねると痛そうだね難しいですね本人ができると言うならばというより脇腹を痛めてプレーしてるとは思いもしなかったこの子なんて精神力してるんだどうして昨日の時点で言わなかったのこの先だって神宮大会もあるしもし怪我が長引いて辛い思いをするのはあなた自身なのよレイちゃん今日勝たないと選抜も神宮大会もないよそれに監督だっていなくなる本当に無理なら無理って言うよな倉持くんそいつが言わないならプレーできるってことですよ本当野球のことになると譲らねえよな怪我した時ぐらい正直に言えやカッコつけすぎなんじゃお前は人のことは心配するふりしてそう俺はもう監督に判断預けてるからさ出られる限りベストを尽くすだけだよああこいつらにもそう言ってあるプレーを見て俺が決める